いただきます。いただきます。はい。いや、花粉症ね、本当ね、辛いよね、うん、なんか春ってやっと暖かくなってきて外出たい時期なのに、うん、鼻が爆発すると、うん、ぶっ壊れちゃうと、わかるわかる、出たくなくなる、うん、で、出てもイライラしてくる、うん、あの鼻水に、うん、くしゃみと目かゆいし、みたいな。まあでもコンタクトしてれば目は守られるけど、うん、鼻水つらいよね、うん、花粉症は杉花粉で始まるじゃない、一般的に2月とかからね、うんうん、その杉をこう一生懸命人工林で植え始めたのが戦後とか戦前とかぐらいの時期なんだよね、うん、でたくさん杉を植えた理由ってわかる？え、わかんない。あの当時はあの電柱がさ、うん、木だったからまっすぐな木が欲しくて、うん、大量にこう整備しなきゃいけないっていう話になって、うん、杉をこう植えたんだけど、うん、あのあまりにも増えすぎて、うん、こういう花粉症っていうのが生まれた。あ、へえ、そうなんだ。それで一番今辛いのは、うん、あの送電線あるじゃない、うん、の下に生えてる杉とかってあの電線近くなると、うん、ショートしちゃうから切らなきゃいけないんだよね、うん、電力会社が今一生懸命切ってる実は。あ、そうなんだ。パパちゃん辛い仕事やってたね。自分たちで、うん、のその必要だからってやったんだけど、うん、コンクリートに変わっちゃって、うん、だけどこう切らなくちゃいけないっていう、うーん、面白い歴史のね。それはへーって感じ、トリビアだわ、うん、そうなんだ、うん、確かにあの田舎に行くと未だに木で電柱、うん、作られてるところあるもんね、うんうん、それが杉だったんだ、うん、へー。杉って確か日本にしかないんだよ。あ、へぇ、ね、余計海外行きたくなるよ。そうだね、うん、海外何があるんだろう。花粉とかあるのかな。あるか、そりゃ植物あるから。あるんじゃない。あると思うけど、なんかこういう、なんていうの、人工林ばっかり増やしてみたいなことはないと思う。自然な感じだよね、きっと。うん、でもないのかな。いや、どうなんだろうね、ちょっと調べてないからわからないけど、うん。でもハワイはマンゴーの木が多かったよね。多かったね、うん、そう、ああいう風にあの針葉樹と広葉樹がこうバラバラに入ってるのが一番いいんだよね。ヤシ、うん、の木もあるし、うん、みたいなね。なんか地崩れ、台風とかで地崩れとかいっぱいになるじゃない、うん、それも人工林の杉って根が浅いから、うん、全然定着しなくて流れちゃう。あ、へえ。そんなもん生み出したのも結局人だったっていう、そういう話。うん、余計なことして。当時コンクリートってないの？ん？コンクリートってなかったの？というか高かったっていうのはあったと思うね。そっかそっか、うん、今とだからね、設計思想とかが全然違うんだよね。いや、そうだよね、木とコンクリートじゃ全然ね。今はもう木に触れないぐらいの高さにする、だからどんどん高騰化してんだけど、うん、当時はいかに安くすぐ作るかっていうのが大事だったから。あ、短めっていうか、そう、低めでいっぱいみたいなね。そうそう、基礎のコンクリートも打ってないような鉄塔ってある。やばくね。うん、だから掘り返して、うん、錆を落としてっていう工事とかもやってた。へえ、うん、登るだけじゃなくて。そう、面白い。潜るのもやってたんだ、うん、でもね、20メーターとかしかない。あ、このビルとかよりも全然低いんだよ。あ、そうなんだ、うん、でも電圧はとんでもなく高いから。あ、そうなんだ、うん、危険な仕事ですね、うん、なんか高いから危険とか限らないんでね、うん、低くても危険なんだ。そうそうそう、高ければ電圧高いとかってわけじゃないからね。そうなんだね。もちろん高くてでかくなってくるとその分利確を取んなきゃいけないから、うん、鉄塔と電線との距離が長くならなきゃいけないんだよね、うんうんうん、だけどそれだけじゃないよっていう。まあ今どんどん、ね、地下に入ってるよね。あ、地下化もしてる、ケーブル化っていうのもしてんだけど、うん、ケーブルやっぱり高いから。あ、やっぱね、うん、で昔はあの昔っていうか今もそうなんだけど、うん、あのオイルを詰めてるんだよ中にね。オイル？オイル、へえ。油を詰めてるんだよね。何のために？絶縁のために。要はさ、あの
空中に電線があるときはさ、鉄塔との間にそのくらい距離を取らなきゃいけないんだけど、ケーブルになるとそのまま土の中に入れるじゃない、電線そのまま入れちゃったらそのダダ電気ダダ漏れになっちゃうから、あーそっかそっか、パイプにしてその電気が漏れないような状態にしなきゃいけないわけ、で今はあのそのプラスチックとかの性能が良くなったから、そういうの使ってんだけど、昔はそれをオイルにしてたの、絶縁油っていうのを使ったね、まあ、トランスとかにも今には使われてんだけど、触れないようにね、その線同士がね、そう線と地面化とかコンクリートとかが接し、こう衝突しないようにしてあるんだけど、一番危険なのが、燃えちゃうのよ、ガソリンと一緒だから、あ油だしね、で東京電力が去年だか一昨年だか、あの地中でもう爆発してやばー、火吹いた、で堂々とかって、他の線とかも全部一緒に入ってるから、全部燃えたみたい、やば、面白いでしょ、火事じゃん、花粉ね、花粉の話から電線の話になって面白いね昨日あの Google の創業者のラリーページのやつ見てたんだけど、すごいね、あの AI 作ってるお父さんとプログラミングの先生だったお母さんから生まれてきた子供で、8歳とか9歳だからパソコン触ってたって、6歳だったっけ、3歳だったかな、ツイッターを創業したジャック・ドーシーもすごい早い時期からパソコン触って、パソコンって触らしといた方がいいのかなそういう問題じゃないか、いやいや、そういうことなんだと思うんだよね、覚えるもんね、自分でも、教えるのもできるけどさ、結局全部自分で覚えたみたいなんだよね、へえ、すごいね、いや、やっぱ興味があるんだよね、あの面白いんだよね、ボタンを刺さると画面が動くとか、子供にはね、だって未だに面白いよね、息子も見てるもんね、画面を、だからね、あの今パソコンとかもちっちゃい作ろうと思ったら作れるんだよね、小型化したから、昔はあのくらいのサイズっていうか、あのモデルタワーとかの大きさがないとダメだったんだけど、今はもう本当にスマートフォンぐらいのサイズのパソコンを作ろうと思ったら作れるから、作ってあげようかな、あ、おもちゃみたいな感じでね、そうちゃんと動くやつね、かわいいかも、でインターネットには接続してな、で映像も接続してなくて、そのプログラミングとワードはできますみたいな、あ、文字打つと、そうホームページ作れますみたいな、あ、それ賢い子になりそう、いや、そうでしょ、なる、パソコン今さ小学校から授業ある、うちらもあったか、あったあったね、だからいいかもね、いや、あったんだけどさ、なんていうかな、あの教えてる人がさ、本当1年生みたいな感じだからさそうだね、当時はね、そう、ま、今でも多分そうだと思うんだけど、なんだろう、何か発想を持ったことに、あ、こんなアプローチしたらこういうふうに役立てれますよっていうのが言えないじゃない、例えばマーク・ザッカーバーグだと、あのお父さんが歯医者だったかな、なんだよね、で歯医者、医者だったと思うんだけど、新しく診療に来る人たちの名前とかを、あの案内所からお父さんに伝えるっていうプログラムを作ったのが始まりなんだよね、あ、病院内でってことね、そうで受付に来た人たちは自分の名前を入れてエンターを押すと、私来ましたよ、順序この番組ぐらいで来ますよっていうのを伝えるっていうのから始まってる、それってなんか、なんだろう、今だったらすぐあっという間に作れるんだけど、でもみんなそういうところから始めてんだよね、で人にちょっとでも役立とうっていうところから始めてるから、でツイッターの創業者の人もタクシーの配車とかを簡単にできるようなソースコードを作ったんだよね、学生時代に、で、あのお金にする方法全然思いつかなかったから、もうオープンソースで、要は誰でも使えるようにホームページにアップした、今でも使われてる、そうなんだ、そうすごいね、でアップルを創業したあのウォズニャックと、あのスティーブ・ジョブズは一番最初にあの、無料で電話をかけられるものを作った犯罪みたいな、ちょっとローマ法王に電話かけてみようぜみたいなことやったらマジかよ、いたずら感覚で、そうでもそういう好奇心から、やっぱりいろんなものを生み出すから、
これやっちゃダメだよっていう教え方とかっていうのが良くない理由はそこにあるんだよね。ああ、やっちゃうな、うん、それダメだよって、うん、で、ジョブズとウォズニアックも、うん、このブルーボックスっていうのを、うん、これいいじゃねえかって言って、うん、自分たちの寮の人たちにバンバン売ったの。で、大金を手に入れた。だけどその事業をもっと拡大しようと思ったらお前らいい加減にしろよって NTT みたいな人たちに言われてやめたって。そうそれで稼いでる人たちからしたらね、まあ、そこからも分かるんだけど、うん、ジョブズはその何かを作ってこう新しいものを出すんだけどそれをお金にする能力がやっぱり長けてたよね、うんうん、エジソンとかにも言えるんだけどなんかそういう人が多いよね、うん、だからさ、なんて言うんだろう、なんかさ、頭いい人ってさとか特殊のな能力ある人ってさ、うん、ちょっと変わった人が多いっていうじゃん、うん、だからなんか普通ってきちんと洗脳された製品みたいな感じだから、うんうん、普通ってあんま良くないんだよ、うんうんうん、別に特化してるわけでもないし、うん、劣ってるわけでもないけど、うん、でも、なんだろう、突っ込んだところまで操作できないとか、うん、操れないとかがあるよね、うん、変わり者って人気者だよね、でもうん、やっぱり目を引くところがあるよね、うん、個性って大事だね、うん、僕も変わり者になるかな、変わり者になるだろうね、なんかうちらの子だからね変わり者になるかは分かんないけど、少なからず変わり者になることを願ってる、うんうんうん、そうね、なんかさ、ママちゃんはさ、どちらかというとちっちゃい時からさ、うん、周りと一緒じゃなきゃ嫌だとか、うん、みんなと一緒がいいとか、なんていうんだろう、本当に個性のない子供だったと思うんだよね、うん、なんかつまんないよね、うん、パパちゃんはちっちゃい時どんな子だったって言われてた、うん、何て言われてたかな、まあ、両親には、あ、レンコン入ってる、あ、そう、入ってる、両親には賢いねって言われてたけど、ね、うん、なんか電球作ったり、うんうん、あのモーター作ったり、うん、あの剣作ったりしたから、うんうん、周りから見たらすごい変な人だったかもしれない、あ、そっかそっか、いまだにそれしたいからね、うん、だけどなんかそれを共有する友達とか全くいなかったから、あ、そうなんだ、うん、というかなかったんだよね、モーターをね、売ってなかったの、今だったらインターネットでなんか買うっていうことを知ってるから、うんうん、インターネットで買いたくても買わせてもらえなかったんだよね、そうだよね、うん、だから作ってやれっつって、うん、あのハンダと、うん、あの何ボビンとかを使ってモーター作ってた、あの学校にある磁石と一緒に使ってモーターとか作ってた、へえ、家、学校で、いや、家で一人で黙々と、パちゃんも変わった子って言われてたのかな、じゃあ、でも俺はね隠してた、それは、あ、うん、そんな時点で全然買ってなかった、うんうん、だってヤバいやつでしょ、俺武器とか作ってたのの最終章は、うん、ナイフ作ってたよ、やべえやべえやべえやついる鉄の加工って、うん、なんか温めて叩いたら変形するんだっていうことを知ってから、うん、必死に叩いて、うん、もう鉄の釘を薄くしたらナイフになるじゃんみたいな、で当時、うん、あのナルトがすごい流行ってて僕も大好きだったから、千本っていうあの細いあのこう投げ道具があったよね、うん、俺これだと思ってえ、それなったの？ちゃんと細く、その時はね、最終的にクナイってあの本当にナイフバージョンのやつがあるんだけど、うん、そのナルトでね、出てくるんだけど、うん、その形にした、あ、へえ、うん、すごいね、うん、それさ、夏休みの作品とかで出したりしなかった？出してない、出してない、あ、そうなんだ、やばいでしょ、これあ、そっかそっか、うん、そうだよね、絵にはなんかあの紐とかつけて持ってもなんか、うん、いい感じにしていつでもさせますみたいな、やば、怖出したら怒られるだろうし、うん、刺したく、うん、刺したい気持ちはあったけど、うん、刺したらダメだってことは知ってたから、うん、なんかあのカバンの中には入ってたけど一度も出したことない、怖い怖い怖いそうそう、怖いってカバンのな
袋破ってきちゃうみたいな。でそれで置いたとかはある。やばいね、怖いね。だから俺武器商人って呼ばれてたから、あだな。マジ一時期的に木刀とかめちゃめちゃ量産してたからね。で秘密基地とか謎に作ってたから誰も襲ってこないのに、うん、あの何襲われてもいいような状態とか作って、弓矢とか作ってたし、やばいね。すごいでしょ。だから当時すごい旧石器時代とかね、すごいあの憧れてた。憧れた。へえ、なんかすごいけど一歩間違ったらやばいね。やばいでしょ、うんうん、犯罪になっちゃうよね、うん、あいいね。じゃあ今日はこんな感じで、はい、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。チャンネル登録、高評価お願いします。